こんにちはでですすす朝会始めます6月月10日月曜バージョンですこのコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますということで、私がこれをビデオを切ればいいんですよね。はい。それでですね、やっぱりなんといってもエルビディア、この話題からさあ遠ざかることはできないということでやってみます。それから SP500、もちろんこれもで。私の場合はこれちょっと面白いチャートをいくつかご紹介したいかな、したいなと思っております。 朝えー、人生を豊かにする日経の読み方、毎週土曜日です。朝練も週に3回やっております。メルマガもやっております。メディアはですね、今週は日経 CNBC のスタジオに火曜日に行ってまいります。で、これ、直井さんという方とお掛け合いになります。で、主、え、要、ー、指数ですけども、先週はあの金曜日は少し下げましたですけども、週間ではもうしっかり、特にナスダック中心に上がっている。 ラッセル2000は本当ダメですよね。で、えーっとまあ、月間でも半分ぐらい、まだ半分来てませんが、しっかり上がってるということで、年初来、まあ、これ、どうですか、これ、立派なもんですよね。で、えー、っとこれが5346っていうのが SP500 です。まあ、あのスタイル別ではですね、セクターもそうですが、どうですか、ラッセル2000ダメでしょそれからスモールキャップ、これもダメですよね。 あと、これどうですか、えー、と安いのはエネルギーが安くて、それから素材も安かった。それから交易も安い。高いのが入っていくと、どうですか一般消費財サービスも高い。通信サービスも高いですよね。ということです。一般消費財もこれはしっかりしているということですね。これが2022年の年初から、ずいぶん遠くへ来ましたですよね。今となっちゃおととしになりますか。 えー、秋の10月12日、3577、もしくは去年の、えー、10月27日の4117からですね、おのおの40 50%, 50上がってる、30%上がってるというふうに見えます。でこれがですね、えー、均等荷重と時価総額ウェイト、これがですね、なんかね、やっぱり乖離してきてるっていうデータがありまして。えー SPY を、ね、RSP、つまり均等荷重で割ると、上に行けば時価総額ウェイトが優位、その下に行けばその逆ということで、2000どうですか2014年ぐらいから基本的には時価総額ウェイトが優位なんですよね。で、これは何かというと、時価総額ウェイトと均等荷重の2年間のパフォーマンスの差がです、ね、2000年以降でまあ最大になってきた。 つまり、まあ、これを、まあ、言ってるわけですよねと同じメッセージで、ですねあの、まあ、2年間のパフォーマンスの差でとってみると、やっぱり時価総額ウェイトの方がですね、ずいぶん優位にある状態が2000年以来の,、まあ、あの高水準になっているということです。で、これはナスダック100ですけども、これもですね、まあ、今となっては2020年の3月20日、コロナの頃ですよね。 ここから見ると、えー、171%ということは2.7倍になっている、それから2022年、去年のお,、えー、おととしの11月3日からは,はですね、えー、7割上がっているという格好になります。で、これがまあいいや、で、M7 ですけども、まあなんかね、取り方によって104年、初、ね、来、Nasdaq、NVIDIA NAS って144%ぐらい上がってるんじゃなかったでしたっけ。 まあこれが突出しているということで、テスラが3割安ということですよね。で、これが、えっと、ナスダック100の対数、1985年創設の指数です。で、これが円で、円建てで見た1545ナスダック100は、ついに3万円オンに乗ってますということですよね。VGT、これもいいですね。で、VGT を999で割ると、 これはね、1.19という指数はね先、先週と変わらずかな。まあ、あの基本的には VGT の方はが右肩上がりのように見えます。これやっぱり NVIDIA の貢献度が高いですからね。で、これ半導体指数ですけども、5287ということで、えー、っとやっぱり今、えーまあ、あれはですね、史上最高値はですね、先週の水曜日の5347っていうのがあったんですよね。どここら辺にポツッと見えあるんでしょうね。 でえー、ソックスを SP500 で割ると、過去5年ではです、ね、こういうふうにソックスが買ってるということです。でソックス指数の構成銘柄、これが NVIDIA で,で、すね今日後でお話しするです、ね、ブロードコム、これもしっかりしてるんですよね。マイクロンも高いということです。これ、過去1年です。ビックス指数になりますけども、まあ、12.21、低いですよね。はいでまあ、ここら辺はいいかなと。 いうふうに思っておりまして、えー、10年債はですね4.435、これがずいぶん利回り的には、ですね先週の半ば、水曜日にはもっと安いところ、低いところがありましたが、えーまあ、4.435まで、えーまあ、数勢的には、まあ、少し利回りが下がってきているというふうに見えます。で、これが2年債もですねこう,こういうふうに下がっているわけです。 でえっと、これ、10年2年の、えっと、逆イールでは,で,はですね若干深掘りしたことにな見えますね。でえっと、あとは10年3ヶ月も、ですね、まあ、これはそうでもない、週の中半ばから少し戻したんですよね。でえっと、これが今週ですけども、えー、10月6月12日に CPI、同じ日に FOMC ということになります。まあ、ステイには違いないなんでしょうけども どういうコメントが出るかということですねこれは9月だと思いますね9月はステイの確率が直近ですと51%ですから41%はですね一、まあ、回下げるということで、まあ、ステイする確率、まあ、でもこれ多分どうですかねわかりません、まあ、年内はですね1点何回ということなんですよね でこれがです、ね、10年の予想インフレ率、ここは大きくはそんなに変わらないんですよ。で、実質金利はですね、少し、まあ、あの下がってきているように見えます。はい、で、えっと、これが5年の実質金にも少し押してます。で、これが GDP n o w アトランタ連銀ですよね、これが本当に景気が強いということで、えっと、3.1%、今期ですよね、第2四半期、前期比年率換算です。 で次回の改定が6月18日ということですから、来今週ではなくて来週です。で、えー、これ、モゲジ、えー、住宅ローンはですね、えー、上がってたんですけども、先週木曜日改定の数字ではですね、7%終わって少し下がっています。で、これ、ガソリンもほんの少し下がっています。で、えー、っとこれが、えー、っと2005年以来の平均と比べると、まあ、秋口っていうか、夏場にまで高くて、 え6月くらいまで高くて、その後あと、年後半は安いのがガソリン,スタン,ガソリン価格の、まあ、通例なんですよね。はい、で、これが、えー、っとドル指数です、104.934。これがあのブレントは最近、少し売られてますよね。で、まあ、自主3つの自主減産が、まあ、実,施中実施中ということなんですよね。どうもですね、えー、高値から少し押している格好です。 でまあ、主要指数になりまして、これ、ラッセル2000が低い、悪い、過去1ヶ月でもラッセル2000がダウを下回った、それから年初来ではやっぱりラッセル2000とダウということですね。で、あとは過去1年でもラッセル2000とダウですよね。まあ、ソックスがいいという格好です。セクター別では、これ、ヘルスケアが先週は良かったんですね。まあ、その前の反動じゃないですかね、ほら。過去1ヶ月ではヘルスケアはここにいるし、 年初来ではヘルスケア、ここじゃないですかね、うんまあ、売られすぎの反動というのがあるのかどうか、はい、で過去1年では、ですね、やっぱりコミュニケーションサービスと、えーえー、情報技術ですね、この 2, 2セクターしか SP500 を上回ってないということです。でまあ、これはあのグローバルに見ると、ですね、日本はですね、昨年10月の底値からはですね、2割強ドル建てで上がってまして、年初来ではドル建てでは7.16%。 先週は少し安かった。まあ、比,べ比べるのはです、ね、SP とダウのだいたい中間ぐらいにいるというふうに思っておきゃいいのかなというふうです。でこれが、えっと、主要指数ですけども、円はあっと主要各国の指数ですけども、えっと、先週はです、ねえー、年初来ではです、ね、J は UK よりは上ですけども、フランスよりは上ですけども、ジャーマンよりは下ということです。 過去1年ではですね、UK よりは上で、ジャーマン、フランスよりは下というのが日本の立ち位置です。で、これが AAII、全米個人投資家協会で、これが、えっと、まあ、変わらずですね、その前の州と。で、大統領サイクルでは、人気4年目、今年は悪くないということだけを覚えておいてください。ただし、まあ、今年はそれなりにもう上がってますよね。で、えっと、これがですね、 えっとこと年のように、えっと、1月から5月まで、えー、SP500 が上がった年は、その6月から12月はどうなるのかということで、オールイヤーがこの紺色、でえー、っと5月まで上がった年は緑ということで、今年のような、やっぱり年内は強いと、大体6%ぐらい上がるということですかね。まあ、あの年内、えー、5月まで下がると そのあとも調子が悪いというのがまあ過去の数字です。あと、メガキャップが SP500 に占める比率、まあ、過去5年で見ますと、えー、NVIDIA が急追してきてましたから、大体6%内外でビッグ3ですか、これが一緒ぐらいの割り、あのレシオになっていますで。あと、えー、SP500 じゃなくて、NVIDIA と、 シスコシステムズ、これはまあどこを起点に取るかということなんですけども、似たようなチャートということになるとですね、シスコの1992年の2月、これがですね、アメリカンオンラインが IPO した、これがインターネット革命の黎明期の始まりと、黎明期ということで、ここにシスコを起点を置いたらどうなるか、それからですね、v i d i a の2016年の5月はですね、スンダ・ビチャエ、 えー、これがアルファベットですね、これが AI ファーストの世界としてのリーダーとして、まあ、あの我々がそうであるっていうようなことを言ったのが2016年の5月らしいんですよね。で、この2つを、こ,のこれを起点にですね、取るとですね、まあ、オミノスキツなほどですね、まあ、チャートが似てるという、まあ、こういうのはどこから取るか、それからどの期間取るかでですね、 あの何とでも言える指数ではあの、チャートではあるんですけども、まあ、こうやって見ると、こうなってるということで、まあこのえーと、2000年の2月19日ぐらいですか、シスコがですねここにあったということですかね。はい、で、えーと、これ、NVIDIA もし、それから M7、マグニフィセント7、中リセバということで、まあ、年初から10%今日は上がってますよね。えー、とそれで、えー、NVIDIA を除けば これどうですか6%ぐらいの伸びに縮まるし、M7、マグニフィセント7がですね、えー、SP500 から中りせば、まあ、年初から2%ぐらいしか上がってなかったと、まあ、ダウと一緒ぐらいになるわけですよね。まあ、でもこういうのはバカげてると思いますけども、まあ、あのお遊びですよね。はい でこれが日経新聞に出てたんですけども、直近の株高は、ですね、まあ、要は利益の押し上げ要因であるということで、まあ、利益が情報に改定されていると、アナリストは決算で終わってです、ね、こういうところが効いてるということなんですよね。で、これ、メジャーなですねウォール・ストリート、セルサイド、つまり証券会社のですね、えー、ストラテジストの予想株価、今 5,、5346、えー、ですから。 さんとかここら辺、モルスタのマイク・ウィルソンがやっと強気になったんで、まあ、これこそオミノス、不吉なということを言えるかどうか。で、NVIDIA のチャートを拾ってみますと、まあ、これが売上高、純利益もとんでもない上がってる、利益率まで上がってる、あこれは増減率ですね。で、データセンターの売上それから利益率まで上がっていると。で、まあ、これはいいやと。で、あと、これはですね、この間、 ズド、えっと、ーんと3兆ドルに乗せた時ですか、あの日、1日で5.16%上がりましたよね。そして、これが面積がですね、えっと、時価損額ウェイトの時価損額ですね、マイクロソフトがトップで、NVIDIA が2番になって、アップルが3番になったと、その次が Google で、アマゾンで、まあ、そんなようなことです。で、皆さんもですね、使用指数を持ってれば、この NVIDIA なりマイクロソフトはお持ちなんですよね。 えっとこれちょっと1日2日、古いかもしれませんが、SP500 の、ね、6.72が NVIDIA だし、7%がマイクロソフト、同様にですね999、ナスダック100の ETF の8.21%が NVIDIA だし、VGT、これ、ハイテクセクターの ETF ですよね、これに至っては11.9% 11. が NVIDIA ということで、この3つで例えば VGT の上位3社でですね、 30、40何パーセントありますよね。なので、えー、まあ、欲張らないというようなことでいくとですね、普通に運用してればですね、それなりにエヌビリアは持ってるということになります。これがあの3点、これもあの死んで切った時のえき、ー、の自家総額のトリリオンですよね。はい、ということです。 これ、ここにブロードコムがいるんですよね。これすごいですよね。これ、後で言いますけども。で、これがですね、NVIDIA、時価総額がアップル超えということで、まあ、こういうチャートは見て楽しむということで、アップル、NVIDIA をですね、個別に持ってない人もですね、さっき言ったように、あの指数で持ってると思ってですね、素直に喜ぶ方が、私は資産が増えると思います。NVIDIA、1999年のいつだっけな、今忘れず、こういうふうに時価総額が増えてます。であの IPO、1月22日ですかで、えー、株式分割があって、今度、来週、今週ですか、月曜日には、です、ねえー、も,ともともと持ってた人は、1株が480株になりますね。まあ、このただ、あのこ分割した後は、パフォーマンスちょっとね、まあ、もちろんいい時もある、だけど、そうでない時もあるということです。で、えー、NVIDIA の分割をめぐる対応ということで、各証券会社は違うんですよね。 これはご自身がお付き合いのある証券会社の対応。まあ、私は何もしないので、何も影響はないんですが、売ったり買ったりしたい人。それからテスラ対エヌビディア、これもですね、エヌビディアの上場から、それからテスラは2010年の6月29日からですかね。えっ、ー、と、あ、これはこう置くと、エヌビディアはですね、えー、これ300倍に、どちらも300倍になってるんですかね。えーこの ここから取ると、2010年から取るとです。なんで、えー、とこれが SP500、テ SP、えー、スラがですね、その後3分半分以下になってますよね、今170何ドルだから。で、なのにエヌビディアはということです。で、えっ、ー、と、まあ、これはいいや、えっ、ー、と、メガキャップとナスダック100の、まあ、ここはいいですね、これ前回お見せしました。これはですね、エヌビディア以前にですね、えっ、ー、と、直近10年のリターンで、 それほど、v i d i a のように急騰した銘柄ということになりますと、マイクロソフトの99年ぐらいまで、それからアップルの2013年ぐらいまでが、ですねざっくり100倍、こっちは100倍以上、なのに、NVIDIA の直近100年10年は、ですね200数十倍になっているということで、いかにすごいかということです。大統領選挙の株価、これはいいや、バイデン、トランプ、これをお見せしましたよね。 でえー、っとあと、政党と、これもですね、えーっとまあ、どっちになるか、どっちがバイデンになるか、トランプになるか分かりませんが、持ち続けた方がいいというのが、このチャートのメッセージです。それから、あとはですね、えー、っとこのバロンズダイジェストですけども、カバーストーリーはスポーツ投資の流行と現状、これはねぜひ読んでください。本当に面白い記事。それから2番、私はね2番にですね、実はあのこの、 ビル・アックマンという人のです、ね、ヘッジファンド、この人のファンドがです、ねえーとまあ、運用会社も後々上場するで、今すでに彼のヘッジファンドはです、ね、ロンドンに上場されてるんですよね。それはニューヨークでも取引されてます、それ,それとは別にです、ね、あのニューヨークで ETF を上場しようかということ、アクティブですということになってて、どんだけ業が深いんだということなんですけども。 ただこれがですね、えー、PSHZF っていうのは、ロンドンに上場されているこの人のファンドのニューヨーク,のニューヨークでドル建てで取引されてますから、それのティッカーシンボルです。で、これがですねざっくりやっぱあの5年にターンはまあそうでもないんですけどもあの、悪くもないんですけどもね、あの2014年の IPO 以来はですね SP に負けてるんですよね。まあ、私はそ,そういうのを言っときたいと思いますよね。 であとですね、カントリーファンドのように、クローズデンド型ですんで、非常にディスカウントになる、まあ、結論を言うとです、ね、これも買わなくていい、それから今後出てくる会社も買わなくていい、そしてこの運彼の運用会社そのものも公開す,、ね、するっていうんですよね。で、兆、まあ、円単位のお金をあの手に入れるというふうに言われています。で、これがあのパーシング・スクエア・ホールディングスっていう、まあえー、ロンドンに上場されている。 会社のですね、ニューヨークで、ニューヨーク上場です。で、やっぱりほら、SP に負けてるじゃないですかね。これ、どこから取るかでですね、ずいぶんいいとかって言うかもしれませんがとで、これ、アシケナージ・ジュイッシュっていう人種なんですよね、この人はね。で、ハーバードを優等で卒業してって、うんぬんうんぬんで、まあ、とにかく頭抜けて頭のいい人たちがやってるということですよね。で、えっと、このもう一つはですね、アメリカの巨大金融大手、 銀行の、えー、JP モルガン、それから運用会社のブラックストーン、それから、えー、っと PE のブラックこれ、こっちがブラックストーン、ブラックロック、うラリー・フィンク、この3人がですね、どうも近々、まあ、世代交代もあって変わるらしいということで、誰がとかですね、えー、観測記事でした。 でストックリターンって書いてあるのはです、ね、これはいつからか、えーと、2009年の3月9日ですから、えー、今回の金融危機の大底からは、ですね年率18%、21%、29%で、えー、上がり続けているということです。で、まあ、こんな感じで、ブラック,ラックストーンがいいんですよね。えーまあ、ただこれ、これもですねどこから取るかなんですよ。これは過去5年じゃないかな。それで、えー、ブラックロックの上場はずいぶん前ですけども、ブラックストーンはですね、 ドッテン城の時に上場してるんですよね。なので、2000、これは7年ぐらいから取るとですね、それでもまあブラックストーンは,あーは悪くはないんですよね。まあ、いかに良かったか、ただ他はですね、おおむね似たような SP500 と似たようなパフォーマンスになります。で、これが2007年からか、そうなると見てください、これがごめんなさい、これは2009年から、だから大底からですね。 これが2007年、ブラックストーンが上場した時からですとですね、ブラックロック、JPM、えー、ブラックストーン、えー、っとそして SP500、まあ、似たようなパフォーマンスになります。で、あ今度、Apple の開発者会議、えー、WWDC10 日の午前10時。 パシフィック西海岸ですね、日本時間だと11日の何時になるんですか、そこで,です、ね、でねキム・クックが話すんだけども、そこで相当重要なことを AI に関して言うらしいという記事がありました。で、これがアップル、まあ、確かに株価は伸び悩んでますが、で、えっと、ブロードコムが出てたんですよね。ブロードコムっていうのは、ホック・タンっていう人がですね、えー、今 CEO ですか。で、もともとはですね、あのここの プリンターパソコンの HP は、かつての科学分析機器大手のアジレントテクノロジーズをスピンオフしたと。で、PE 会社がですね、そのアジレントテクノロジーズの半導体部門をあの、まあ、あ買収して、それでアマゴテクノロジーズでした。それをまあ結果的には社名変えるんですけども、そこでホックタンという人を経営者に据えたということです。で、まあ、いろんな買収を重ねてですね、今となってはですね、さっき見た 時価総額がもう10番目ですかでこの会社を随分あの推奨してるんですよね、ただし、パフォーマンスはすごい、だけども、残念ながらというか、NVIDIA にはかなわない、ただ、NVIDIA と比較すると、すべてがなんか、なんていうか、色あせて見,見えますけども、これはこれで大変なことなんですという、まあ、そういうような記事です。はい、で、まあ、これがさっきのソックス指数のです、ね、過去2009年ぐらいからですか。 ここに NVIDIA 様がおられて、ここにブロードコム様がおられるということで、決して悪くはないんだけども、まあ、これがいかにすごいかということになってしまいます。で、あとはですね、まあ、s p 5 0 0の上位3社でですね、これ2、時価総額の2割なんですけども、こんなことがあっていいのかと、これはどういうことなんだという記事がありました。ということで、今週もバロンズは面白い。で、えー、今週の予定、まあ、あの、ハイテクの大手、オラクル、ブロードコム、 そして、アドビーがですね、決算を今週発表しますということです。それから11日はなんといっても、えー、FOMC ですか、えーあ。12日ですね、政策決定会合。それと CPI が12日ですか。えー、ですよね。CPI12 日ですね。ということです。で、これがですね、ブロードコム、そしてオラクル、アドビー。まあ、オラクルはバロンズが大好き銘柄ですよね。 で日本はどうですか、今、6月中旬に入るんで、えー、政治資金規正法改正案が成立の見通しと。で、えー、あとは私の銘柄ですけども、まあ、あの上がってますけど、面白くないっていうのが、ここにほら、過去5日間、過去1か月間、まああの、悪くないんです、ただ、ゼブラテクノロジー、えー、っと、これがね、全然だめなんですね、こんだけやっぱ中古型、の中型株に位置してるからかもしれません。 以上です。これくらいにしときます。どうもありがとうございました。失礼します。